シャオ君として、上海で僧侶となった頃のトレビッチ・イグネーシャス、ティモシー・トレビッチ・リンカーンは、ハンガリー生まれの無国籍的な冒険家、政治家、神秘思想家。ユダヤ人の生まれだが、キリスト教に改修し、プロテスタントの宣教師やイングランド国教会の牧師、などを歴任。さらにダーリントン選出の会議員を経て、ドイツで右翼革命家となり、スパイ活動を行い、 最後は中国で仏教像となって上海で死んだ。トレビッチ・イグナーツとしてハンガリーのパクシュに誕生。成果は正統派ユダヤ教徒の家庭。一家でブダペストに移住し、王立演劇アカデミーに入学。しかし、小学の窃盗事件を起こして複数回警察沙談になり、1897年に国外へ逃亡。ドイツで オカルト雑誌の編集者を務めた後、ロンドンに移って数人のキリスト教宣教師と親しく、なり、1899年のクリスマスに受選。牧師になるため、シュレスビヒホルシュタインのブレクルムにあるルター派の神学校で学ぶ。やがて、モントリオールのユダヤ人に、キリスト教を布教する使命を帯びて、カナダに派遣される。この時期、マッキール大学を卒業。しかし、 宝級の額に対する不平から揉め事を起こし、1903年にイギリスへ戻る。この頃、エイブラハム・リンカーンへの尊敬の念からと称して、トレビッチ・リンカーンという副姓を名乗るようになった。口のうまさでカンタベリー大主教と近づきになり、ケント州アップルドアで副牧師に任命される。間もなく、チョコレート産業の大建物で自由党の領収である。 シーボームラウントリーに取り入り、ラウントリーの個人秘書となる。1909年には、当時まだ、ハンガリー国籍だったにもかかわらず、ダーラム軍のダーリントン選挙区で自由党の議員候補として指名された。1910年1月の選挙では、保守政党の現職世襲議員を破り、上院議員に当選。花々しい政界入りだったが、議員としては目立った活躍がなく、 12月の総選挙には立候補を見送った。台米人のトレビッチその後は石油産業に進出し、一時期ブカレストに住んだものの事業に失敗。無一問でロンドンに戻ると英国政府に自ら申し出て、長法員になろうとしたが拒絶される。そこでオランダに渡り、ドイツ政府と接触して二重スパイとなった。イギリスで過労死で逮捕を免れた後、 1915年に、渡米。米国ではドイツ大使館付け、武漢フランツフォン・パーペンと接触したが、パーペンはドイツ政府からトレビッチと関わるなと申し付けられていたので、トレビッチは自分の身の上話をニューヨークアールド市に売り込んだ。同志は彼の話をスパイに転じた元上院議員、ITT リンカーンの暴露という見出しで報じた。 この成り行きに不安を抱いた英国政府は、ピンカートン探偵者を雇って、トレビッチの身辺を探らせた。やがて彼は英国に強制送還されたが、これはスパイ活動のためではなく詐欺罪のためである。トレビッチは、ワイト島のパークハースト監獄で3年間服役した。そして1919 19年に出所すると、彼は国外追放となった。無一文の難民に見ようとした。 彼はバイマル共和国時代のドイツで、ボルフガングカップやエイリヒルーデンドルフといった極右軍国主義者たちに取り入り、彼らの仲間として世を当たるようになった。1920年、カップ一期の後で革命政府の新聞検閲官に任命された。彼は革命の同志としてミュンヘンから駆けつけたアドルフ・ヒトラーに会っている。革命政権が崩壊すると、 ミュンヘンの南からウィーンを経て、ブダペストに亡命。全王の王政主義者や反動主義者など、白色インターナショナルとして知られる、様々な政治的立場の過激派分子たちと手を結んで、複数の政府の機密情報を売り渡したため、オーストリアでは、大逆罪の容疑で起訴された。しかし無罪となって、再度国外追放となった挙句、中華民国に流れ着いた。 中華民国では三つの特軍で客分となりつつも、神秘的な体験を経て、1920年代、後半に仏教に改修し僧侶となる。1931年には、昭空と名乗って、上海に自ら主催する僧院を設立する。ここでは僧院に入った者から全財産を巻き上げ、二僧を誘惑していた。1937年には日本に忠誠を誓うようになり、 日本政府のために繁栄プロパガンダを行った。第二次世界大戦が勃発すると、ナチスドイツと契約を結び、東アジアの仏教徒に対する繁栄宣伝放送に協力している。極東におけるゲシュタポの責任者だったヨーゼフ・マイジンガー SS 大佐からは、この任務について激励を受けていた。ナチスがチベットで繁栄宣伝を行った際、 トレビッチはドイツ人工作員への随行を真剣に提案されたこともある。トレビッチの任務を熱心に後押ししていたのはハインリヒヒムラーとルドルフ・ヘスだったが、ヘスが1941年5月に独断で英国と和平協定を結ぶべく単身スコットランドに飛んだ事件の後はヒトラーが神秘主義から遠ざかったため、ドイツ政府によるトレビッチへの支援は打ち切りとなった。 しかしトレビッチはドイツと日本のために繁栄宣伝活動を続け、1943年に上海で病没した。ありがとうございます。